幹部たちの思惑が渦巻く中、新選組で龍馬は一人覆面の男の手がかりを探す。そんな中、吉田東洋暗殺事件の真相を追うもう一人の男、中岡慎太郎と出会う。数少ない協力者を得た龍馬、しかし土佐藩の大殿山内容堂が土佐に戻ったことを知る。そして時を同じくして、武市半平太に土佐帰還命令が下る。土佐に不穏な気配を感じながらも、龍馬は再び覆面の男を追い始める。あのはじめさんが自分から起きるなんて珍しいこともあるもんですな。せやけど肝心なものを忘れてへん。さあお龍ちゃん。これは裾を直してくれたのか。気にせんといて、ちゃんとお代はいただくさかいな。おかみさん。せやね、斎藤藩がこの国を動かすくらいの大物になってくれはったら、新しい寺田屋でも作ってもらいましょうか。本当に金に細けえ女ばかりだな、ここは。さあそろそろ出なあきまへんな、三番隊隊長さん。ああ行ってくる。飯と風呂頼んだぜ。豊作だ。
さあ来い。てい、や、てい、お、てい、よし。さて作るか。お、うん、お、や、うん、うん、よしやるぞ。一口食べてみてくれ。悪くないだろ。この味誰も真似できないぜ。
毎度大きに。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
信じてくれ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。どうぞよ。落としやすい。
何？どうも、斉藤さん。お、隊長の仕事を一通り教わる。はい。ああ。まずは、豚所内を案内し。もう昨日ここには来ましたよね。それで次の場所。わかった。なんかあった。気ぃつけや。大丈夫。気をつけてくれよ。怪我してへんか。ここは土蔵ですね。でもさあ。ああ。ここには各隊長の部屋があります。もう案内されたそうですが、身支度したい時や休憩を。では。ああ。忘れとった。ごめん。めんどくせえな。考えてもしゃあないやろが。え、知らんの。茶でも飲むか。一発かましたのか。任せたぞって。斉藤さんはまだ聞いていないと思いますが、山並さんの三番隊には普段の京都の地、山並さんの後釜の斉藤さん。詳しいことはそこの受付にいる担当者に聞いてください。それじゃ。
Yeah.
こんなとこですかね。わかった。時間も時間ですし、今日はもう上がっちゃっていいですよ。じゃ、お疲れ様です。ああ、してください。もうしません。くれやすい。
になります。見せてください。いらっしゃいませ。おおきに。安うなってますよ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。信じてくれ。
斉藤はじめさん、私ですよ。誰だ。おっと、失礼しました。お話しするのはこれが初めてでしたね。新選組監察の山崎と申します。よろしくお願いします。三番隊隊長殿。観察。新選組の中でも情報収集や偵察に特化した部隊です。だからこの手の変装はお手の物というわけです。あなたをお待ちしていました。ここは寺田屋へ帰るには必ず通る道ですからね。俺のこともそれくらいは調べがついてるってわけか。そういうことです。これからはくれぐれも行いにはお気をつけください。どこで誰が見ているかわかりませんから。それでなんで。東堂さんから話は聞かれていますね。脱走大使。ああ、確か秋元って。そうです。奴を捕らえるのは最…ああ、そう聞いている。祇園の日向屋という店です。のんきに馴染みの女と飲んだ愚かな奴です。大方今日から逃げ出す前の…なるほどな。初の任務ですから。
あんた。 そうだな。
Good boy. Yes. Yes. Yeah. No. Yes. Great. そうだな。Yes.
ついてないな。こんにちは。
自慢の品揃えてます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。おお、うまい。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。
いや、うん、ああ、いつまでも迷ってる場合とちゃいますよ。遅いですよ東堂。土方さんが行けって斎藤さんの最初の。そんなもの人、俺もそう願います。また三番隊の隊長が変わったり。さてと、斎藤さん強そうだから大使くらいは。俺は秋元が逃げた。ああ、じゃ準備。俺も早く帰りたいんで。準備はできた。お、これは新選組だ。あ、ちょっと。あら、どなた？新選組だ、ここ。なんだ、私に会いに来たんじゃないの？便所ってことか。ねえねえ、あんなやつほって。は？彼、新選組だって言うから馴染みになってあげたけど、それに聞けば入隊だってコネ使っただけでしょ。その点あなた強そう。それにその羽織、隊長さんしか着。よく知っているな。当たり前でしょ。今今日の街、しかも隊長さんとなれば、私が心。あなたなら今すぐな。水木ちゃんから離れろ。やだ、もん。お前が秋元か。誰が行くかってんだ。悪いけど、そしてどこか。覚悟はできてるんだろうな。うるさい。この程度でよく新選組に。
待て。た女が見てるぞ。聞いてくれって。俺そもそも入隊したのだ。それに嫌ならすぐやめ。お前みたいのがなんでし。そりゃけど実際入ってみたらイカれた人斬りばっかりでさ、もう俺には無理なんだ。頼む見逃し。もういい。トンショに連れて行くのも面倒だ。え、ああ、ただ逃げるんなら気をつけていけ。表に東堂が待機してる。静かに裏口から逃げるんだな。本当？やったー！水木ちゃん、行こう。え、私は。ほら早く、こいつの気が変わらないうちに。でも私がここから足抜けできるわけないじゃない。そんなことどうにでもなるって。さあ早く。おい。おっとばっち。血の汚れって洗っても取れにくいんですよね。東堂、なぜ切った。なぜって。え、俺なんか悪いことしました。殺す必要はなかった。この男を逃したところで新選組に不利益になることなど一つもないはずだ。いや、それはちょっと違うな。そんなんだったらタイは明日にも潰れちまえ。そんなまともなこと言う人だったんですか、斎藤さんって。なんだと。そもそも新選組、それにこの今日の町自体がまともじゃないんですよ。勤労だってだけで俺らに殺されたり、逆にそれを追ってる俺らも殺されたりするような場所なんです、ここは。今日の町、いや時代そのものが狂ってるんですよ。そんなところでまともなことを言っても通用しないでしょ。脱走者は死罪。その狂ったハットが狂った時代に生きてる俺らをつなぎ止めてくれているってことです。じゃあお前はそこまで分かっていてなお殺すというのか。殺しますよ。ほらそうやって最後は誰もいなくなればいい。そうなれば世の中も少しは落ち着くってもんじゃないですかね。あ、いやいや、今のはただのぼやきです。いや疲れますよね、隊長ってのも。東堂、お前。さてと、仕事も終わったし俺先に上がりますね。じゃ。ああそうだ、一つ言い忘れてました。斎藤さん真面目そうだから先に言っておきますけど、あんまり深く考えない方がいいですよ。何をだ。裏口にもうちの隊の大使張り付かせてましたから。彼がこっそり裏から逃げてたとしても、どっちにしろ殺されてたって話っす。脱走は許さず、それが新選組の掟ですから。それじゃ。はあ、汚れちゃったよ。早く風呂入んなきゃ。これが新選組。おっと、気ぃつけろや。気ぃつけや。ちょっと奥さん。
いいな。この件は必ず俺らになる。そうすりゃあれだ。谷。ああ、斎藤か。なんだ斎藤。あんたは六番隊隊長の井上だ。人斬り伊蔵。まさか岡田伊蔵か。そうだ。土佐勤王党の大物を、奴はこれまで幕府方の人間を何人も斬っている。そうだった。その伊蔵が今日鴨川のほとりでうちの大使を斬ったんだ。どうした。いや、なんだ。なんでもないってか。一応伊蔵は生け捕りにするよう。だが今現場に向かっているのは谷と鈴木の隊。あいつ伊蔵は落外の賭場にいる。お前も来い。相手は伊蔵。やるしかね。そうですね。やぶ。
見逃してくれ。私が呼んだ。ああ、無用の六番隊長が何抜かしとんねん。お前らの足を、ジジイは引っ込ん、うるせえな鈴木、お前の出る幕もねえんだよ。伊豆を取んのは俺だけだ。谷、ああ、なんだあれ。おい、あれ新選組じゃ。はい。おい、まだ来るぞ。新選組や、どけ。くそ、なめんじゃねえ。我々も行く。ああ、見つけたぜ。観念したのか。何をやっちまうとはの、噂通り大した腕や。せやけどこいつの前じゃ剣の腕なんて関係ないやろ。余裕かましとるんやないぞ。谷三十郎に鈴木三木三郎、新選組の隊長も所詮はこの程度。ふん、最強の戦闘集団などと聞いて呆れる。今日は大収穫だ。新選組の隊長を四人も始末できるんだからな。こいつは俺がやる。バカを言うな。同時に攻めるぞ。奴はこういう状況に相当慣れてる。それにあんたは年だ。伊蔵の動きにはさすがについていけないだろう。あいつ相手にあんたをかばいながら戦う余裕はない。俺にやらせてくれ、頼む。いいだろう。いいんですか、お一人で。手柄は独り占めしたいんでな。なるほど。では今のあなたは
新選組の斎藤はじめであると。ああ、そういうことだ。これは願ってもない。新選組の隊長であれば私も切らざるを得ません。竹地先生にもご理解いただけるでしょう。今日は思い切りやれる。来い。いぞ。行くぞ。斎藤はじめ。ここがあなたの墓場です。はっ、ご苦労だった斎藤。岡田伊蔵、ご公儀要人を手にかけた所業の数々、この道取材は免れん。待て。どういうつもりだ。
それはこっちのセリフだ。伊蔵は殺さずに捕らえるんじゃなかったのか。鈴木に谷、隊長が二人もやられている。この場で切らねば新選組の沽券に関わる。こいつにはもう抵抗する力はない。ここで切ればまた町で身風呂と陰口を叩かれる。町の人間に反感を買えばこの先新選組は動きが取りづらくなるぞ。お前にしては随分もっともらしいことを言うじゃないか。そんなにこの男を殺したくないか。なんだ。京都奉行所である。控え。奉行所。岡田伊蔵はここだ。この新選組三番隊隊長斎藤はじめが捕らえた。大木殿下ご苦労であった。引っ立てい。あんたがあらかじめや…そうだ。つまりあんたは花から伊蔵を殺すつもり。ふん、当然だろう。岡田は殺さず捕らえよ。それじゃあなんで殺すふり。斎藤はじめという男、谷や鈴木のような輩をこれ以上増やしたくはない。俺を試したのか。悪く思わないでくれ。それより…そんなことはない。もしもの話、新選組幹部。想像するのはあんたのか。まあいい。ところで何の話だ。今日の牢屋。いいや、土佐だ。土佐だと。土佐藩大殿山内陽動校から手回しが。何のために伊蔵を土佐。さあ何だと。土佐勤王党は竹地半平太という最近まで陽動校が江戸にいたのをいいことに、は竹地の指示で殺しを続けていた伊蔵は陽動校にとって勤王党。つまりこの先土佐で伊蔵を待っているの。それじゃ伊蔵がその拷問で竹地の名…陽動校は堂々と勤王党を潰せる。その目…伊蔵はここで殺されていた方が良かったのかもしれん。土佐勤王党にとっても竹地半平太にとってもな。バカな。あんた、くそ。やばなやつ。はっ、しゅっ、うん。Yeah!
強すぎるだろう。想定外だ。ちょっと待て。まだかよ。血を塞ぐな。こんな無理や。すまんかった。いらっしゃいませ。お気に。中岡だ、入るぞ。岡田伊蔵、お前が捕まえたってな。皮肉なもんだ。かつての仲間をその手で捕まえて。まあ、そう落ち込むな。あいつなら陽動校に呼び戻された理由も分かっているはずだ。だといい。心配か？いや。ならいい。今は東洋様の死の裏を探ることだ。そ、吉田東洋を親とする。ああ、そうだな。死ぬなよ、兄弟。